光が、まだ一方向が記事大粒ファイ。日曜の昼間からもう最高だ。俺たちはいつまでのプレイヤー、ウィートスタッフ、いつまでも止まんな。ここのパーティーの匂いが香水代わりになって離れねえ。夜な感覚いつまでも襲われてる。最高な人と最高な場所と最高な場所、何回でも言うぜ。リメンバーに言葉交わしながらパーティー、朝まで輝くの。俺たちはソーハード、まるでワンロードのように変態だから、ウィートスタッフ、この足上げやめちゃいけねえ。いつでもゴーイングマイウェイ、ゴーイに行ったっていいんだぜ。俺たちは男だからな。別に女の人を差別してるわけではねえ。みんな一生懸命生きてる、この日本人の中に存在がちゃくでも関係あって、池袋ベッドフリージョーさんに捧げてくれ。マジかいわね、IKB 最高。男女関係なく楽しめるパーティー、だけど男にしか分かり合えない言葉、ここ共鳴しながら今日未明、俺が誕生、顔ひらりに切ったぜ。大粒の看板、王冠スローのは今日俺の番だ。バトルなのに悲しい、だけどもそんなことはない、会話が最高、今日も輝くね。男に分かせるわけではね、男にも分かせ、女の人にも分からせないといけない、この言葉、そいつを鼓膜の奥になってカルチャーさせなきゃいけない。そしてみんなの首を食らせないといけない。トランスフォーメーション、すべてこのマイクロフォンを握ればぐっとと話すさ。この場所間違いねえ場所から発信する言葉、セブンシーズンボヤジュ、モンボヤジュ、かわいい子供たちを俺たちで旅をさせよう。終了。いや、聞かせるラップでした。どちらがヤバかったか皆さん声を上げてください。どちらがヤバかった方にね。最高だよ。先行、バタイがヤバかったと思う人。高校記事がやばかったと思う人、高校記事の勝利です。またにも大きな拍手。